今日は平成25年5月31日です。ここは上昭和町の竹野さんのお宅です。このお宅のおじいちゃんとここを通るたびに花談義をやっておりました。今は息子さんが立派に花を守っておられます。これから秋までいろんな花をお送りします。ここは井小学校の通学路になっております。ここを通る児童の心の中に何かいい影響があればなと思っております。豆みたいな、そうこれ 豆の目指してるの、これから畑植えるの。今日は竹野さんから来ていただいたんですけども、上昭和町でねお住まいだそうで、はい、お花作りがもう得意とされてるってことでね、そんな何年来のお花作りなんですか？数十年って形でやっております。で、またお仕事しながらっていう、はい、うちの父と結構そのいろんな話をしていたそうなんです。父ももう亡くなったんですが、花を取らせてもらえないかという一方で、いろいろあるんでしょうね。もちろん春夏秋とね、いろいろね、数は数えたことないけど、最初はなんていうんですか、一年草を主に植えたんですが、一年草だと種まきから始まってなもんで、かなり手間がかかるんで、最近ここ数年は種草で順番に一つ終わったらまた次の花が咲くようなふうに作り変えて、じゃあ1年間本当に楽しみでね、うん、藤村さんはね写真を撮られるんですけども、はい、見ていかがでしょうね。そうですよね、本当に私も、うん、写真を始めたいなって思ったのが、うん、お花を写したいな、もっと綺麗にお花を写したいなって思って写真を撮り始めたんですけれども、いろいろなね、撮ったお花を見ていると、ああこれだけのお花があったら一年中楽しめて、楽しめますね、羨ましいなと、特に私の場合はね、トマトが挿し木でも何でもして増やして苗から育てて咲かせるまでが楽しいんですよね。でも本当にバラもそうですけど難しいですよね。いや、バラは難しくてなかなかよく咲かさないぐらいです。ここに大豆の芽が、この裏で花は通りに咲かれておいて、その花奥の方はやっぱり野菜の方をやってます。人の目線の通るところは花がね、はいはい、そうですね。私一年中切り花は面白いですよね、そうですね、はい、近所の人も結構もらいきますね。そうでしょうね、お盆やなんかでちょうどいいお花って結構あるのであるわね、ちょうどねちょうどいいお店がこうやってねお花を植えてるっていうのはちょっとね、でもこれだけの本当に花があると一番いい時にぜひ伺わせてください。順番に写真するときですけど絶対嫌ですよね順番ですしね、順番だから全部ほら綺麗だっていうのがなかなかね難しいですよね。近所でも結構うちの周りは結構好きな人がいてね、花の交換とか、そして花やってると結構通られるんで、話しちゃうとそれでもって結構時間するんですね。長くね。何してんの？撮影。今にいたねや。あ、弟子、父のあれかね。じゃない。でもうちの中保存しておいて何年も咲き続けるんです。あれはそうなんです。ベゴニアって何年も、はい、大丈夫、普通その辺植えたいのは冬、はい、すいません1年で終わりです。ですよね。大きくで終わりになりますけどね。終わりですね、はい、今はもうすっかり終わって、んまだ若干効くとか周辺効く
一番苦労したお花の育てたのって何になりますか？苦労ってことはないですが、やっぱりあの、うん、種まきするしてからの、や、あの花植えはその種のまく時期がうまく合わないと、はい、なかなか芽が出なくて2度3度遅れて今度は芽が出てくると、はい、あの育つのに遅れるみたいな感じで。竹野さんのところは、花がいっぱいあるんで水の手当ても大変なようです。ドラム缶とかこういう缶でいっぱい水入ってました。雨水だったと思いますけれども、やっぱり水で苦労なさいますね。うん、そうですね。やっぱりあの畑もあるんですが、鉢植えの花が結構あるもんで、はい、結構水たくさん使うもんで、あの、はい、雨降った時は溜めて、あのその水を利用するようにしてやっています。だったかな、うん、お庭の前にすごい綺麗なこう鉄線の花が。あ、そうですね、うん、鉄線は絡めたので、これですね。そうですね、とっても綺麗に、うん、でもあの、うん、ほら1年で終わってもそのまま人、うん、あと剪定したり、あの次の年用にちょっと準備しとかないと毎年綺麗には咲かないんですよね。やっぱりね、そうなんですね、手がかかるんですよね、うん。竹野さんから見てお父さんどうでした？晩年は結構うちでずっといることがあって、結構あの花付きで花をやっていました。こんにちは。今日は11月16日ここは昭和町竹野さんのお宅の前です。これまでいっぱい花を咲かせていましたが、今、お花畑は菊だけになりました。今日は天気が良いので、最後に菊の花を取りたいと思っております。